かつてホンダのシビックと設計を共有し、その小型セダン版として知られていたバラードについて、まだ新車として購入できるかという話題があります。バラードは1980年に初代モデルが登場しました。これは1972年に世界的に。 成功を収めた抵抗外エンジンを搭載したシビックが第二世代に移行し、4ドアセダンを新たにラインナップに加えた際、バラードがその4ドアセダン版として、ベルの店で販売開始されたことに始まります。当時シビックは3ドアや5ドアのハッチバック、4ドアセダンといったバリエーションをホンダ店で扱っていましたが、 バラードは4度ダンのみを展開していました。1983年にはフルモデルチェンジを実施し、ヘッドライトを部分的に格納式にすることで、他モデルとの差別化を図りましたが、1986年に販売を終了し、実質的な後継モデルはクイントインテグラの4度ダンに引き継がれました。 シビックの影に隠れがちだったバラードですが、1983年にはバラードスポーツ CR-X というライトウェイトスポーツモデルが登場し、特に若者の間で人気を博しました。短く切り詰められたリア部分と軽快な運転感覚が多くの人々を魅了しました。このモデルは週刊少年ジャンプで連載された よろしくメカドックという人気漫画にも登場し、ミッドシップエンジン車として知名度を上げました。1987年のフルモデルチェンジでバラードの名前を捨て、CRX となった後、バラードという名前は日本の新車市場から消えてしまいました。しかし、 南アフリカでは現在もバラードが原稿ラインナップとして存在しています。40年にわたる革新と宣伝、第8世代と歌われる原稿のバラードは、東南アジア向けの小型セダンシティの南アフリカ仕様であり、全長 4568mm、全幅 1748mm、全高 1467mm、 ホイールベース 2600mm のボディサイズを持ち、121PS の最高出力と 145NM の最大トルクを、発揮する 1.5L エンジンに CVT が組み合わされています。価格は389,900ランド、約305万円からとなっています。